こんばんは、入山明子です。十一月二十七日土曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は大事な打ち合わせがあり、山口市湯田に出かけてまいりました。その足で三重市に移動してパワースポット。 弁天池別府弁天池に行ってまいりましたこちらに来ると穏やかな気持ちになれてきれいな水の色を楽しみながら写真と動画をたくさん撮ってきました明日のコンサートがどうぞ楽しめる良い時間になりますようにと願いながら 行ってままいりました入山明子の担当は綿谷さん今年から美祢市観光協会の会長にもなられましたので美祢市内のいろいろな箇所を教えていただきながら観光の各地をご紹介するときに自分の思いで 自分の言葉でお伝えできるように美味しいものもたくさん揃っているみねし皆様に訪れていただけるようにこれからは少しずつご紹介していきたいなと思っています今日のランチはログキッチンプラスワンさんでいただきました私はサバの塩焼きをいただきました ご飯は三分の一。お惣菜もたくさんついていて、美味しくいただきました。お値段も手頃で、たくさんのいろいろな種類が楽しめますので。皆様にもおすすめです。さあ、それでは、昨日のフェイスブックにお返事を返したいと思います。近藤光正さんです。入山さん、おはよう万年。となります。 ありがとうございます。駅中さん、お疲れ様でしたと。と、えー、女性がカメラを構えてますね。一眼レフでしょうか。深田さんも綺麗な女性のスタンプいただきました。稲葉幸恵さんです。豚ちゃんが大きなハートを出しています、えー。いつものスタンプですね。ありがとうございます。金竹さん、うさちゃんと猫ちゃんが喜んでいる。応援してくれているような感じに見えますね。 長崎さんです。あきこさんおはようございます。いつも早起きですね。明日はコンサートですね。川越から応援してます。ありがとうございます。長崎さん、えー、元気でいらっしゃいますね。本橋さんです。あきこさんおはようございます。一昨日は大阪で、昨日は山口県周南市とご活躍お疲れ様でした。だいぶ寒くなってきましたね。お体ご自愛され頑張ってくださいね。 応援していますとあります。本橋さんありがとうございます。えー、歌を楽しんでいらっしゃいますね。Facebook 拝見しております。満月てるおさん、あこちゃん山口徳山、久しぶりに講演会の人たちと会ってお疲れ様でした。明日はふるさとでチャリティーコンサートを頑張ってくださいね。原宿から応援していますね。 はい、な2回繰り返されてますね。原宿から応援していますね。はい、頑張ります。ありがとうございます。笠原さんです。おはようございます。11月最後のウィークエンド、師走を前に多忙を極めると思います。そこそこ充電しながら、人生七曲りで頑張ってください。今日もよろしくです。であります。ありがとうございます。小田切さんです。今日も良い1日でありますようです。 ありますように。かな。グッドモーニング、綺麗なお花のスタンプいただきました。長塚雅彦さんです。あきこさんおはようございます。今日も素敵な一日になりますように。まあサンタあります。加藤兼久さんです。おはようございます。あきこさん昨日は一日お疲れ様でした。今日はつながる土曜日。F M チャッピー楽しみにしています。今日もいい一日になりますように。 金崎真紀子さんです秋子さんおはようございます昨日は山口県でのご活躍大変お疲れ様でした明日も元気と笑顔の一日でありますように走れ走れファイトとありますレッツゴーとチャブだよ <laughs>、ね、ひっくり返してる感じのこの、えー、アバター面白いですよねブラジルからコメント嬉しいです江波さんです着物姿素晴らしいですねハッピーといただきましたありがとうございます 加藤敦子さんです。あつこあきこさんおはようございます。昨日は一日お疲れ様でした。今日も元気に笑顔の一日になりますように。グッドモーニング、コーヒーカップですね。中垣さんです。おはようございます。素敵な着物ですね。素敵ですね。お疲れ様でした。またなとあります。塩田さん優しくて美人のあきこさんおはようございます。 い,いえい,いえ、とんでもないですよ。塩田さん、いつも褒め上手ですね。沖島晴美さんです。あきこさん、おはようございます。昨日はご両親にもお会いでき、素晴らしいコンサートになりましたね。人生七曲り、生歌、喜ばれましたね。嬉しく思います。お疲れ様でした。今日も素敵な笑顔の一日になりますように、舞い上がれってあります。へーありがとうございます。 柴谷富子さんです。あきこちゃんおはようほんまに久しぶりの山口皆さんが首を長くして待ってくれてた山口お父さんとの再会お父さんのいっぱいの笑顔が浮かびますお母さんもあきこちゃんの山口入りを一番待ってくれてたでしょうそして会えなかった間一人で頑張ってらあきこちゃんのそばにいてあげられなかった母親の気持ち同じ母親としてすごくわかります山口にいる間はそばにいてあげたい母親心 昨夜は久しぶりの自宅でおやすみなさいどうでしたかさあ山口でのお仕事長く待っていた皆さんに「生の人生七曲りを笑顔で元気いっぱいのあきこちゃんの人生七曲りを」と、えー「ありがとうございます」ね、母のような本当にいつもあの、えー、皆さんに優しくしていただいて「えー、本当の両親は何もできなくって」といつも言うんですが本当にそうなんですね。 全国のたくさんの皆さんに支えていただいていてありがたいなと感じています。さあそれでは吉村さんビューティフルーとスタンプいただきました斉藤和夫さんも、えー、これはお猿さんがグフサインしてますね。チョウさんです猫ちゃんがハートを出しています。森沢隆さんです入山さん皆さんこんにちは。記事感謝の夕べ正解おめでとうございます。 そしてご両親との再会は元気な笑顔を互いに喜んでいることでしょう重要案件のお仕事明日のコンサート多くの皆様に歌と元気笑顔を届けて巡り合いの素晴らしさを共有されてください毎日ずれずれ日記を楽しみにしています応援しています歌の道目標に向かってご活躍くださいとあります嬉しいですおなぶたつぎおさんです鋼マドンナあきちゃん故郷に帰ると ご幼少の頃に戻って帰るの嫌になるからね任務遂行したらとっとと帰ってきてよ皆さん心配で仕事に手がつかないからね FM チャッピービトンさんリクエストアン・ルイスの曲目忘れた流れてる時に前もあったんだけど音声がまた途切れたよ自分だけ音声途切れる時がありますねえ通信の関係かもしれませんね多分あのラジオを作る時には途切れがないかを全部チェックされますので えー、通信の関係かなと思うんですけれどもね牧野明光さんです秋子さんお疲れ様です今日は久しぶりに講演会の方々との再会皆さん首を長くして待っていたことでしょうねまたご両親ともお会いでき実家で休まれ充電満タン明日のコンサートも元気笑顔で頑張れますね体に気をつけて人生七曲がりギリと情けた愛を乗せて届けてきてくださいってあります ありがとうございます。さあ、そして、ブログの方のコメントを見てみますね。どうでしょうか。えー、今日は、ふるさとの今、星を見ています。街灯がないので、本当に星が綺麗ですが、ちょっと雨模様になってくると、雲が出てきて、隠れてしまいましたね。さあ、それではですね、えー、ブログのコメントです。 鋼のブラックちゃんですふるさと山口県の皆さんと久しぶりのお再会皆さんの喜んで迎えてくれてる様子が伝わります原田さんの記事、おめでとうございます人生七曲りふるさとに帰りたくさんの方々が元気笑顔をいただけましたね大ヒット間違いなしみんなで応援しています舞い上がれと嬉しいですありがとうございます、えー、K 石田ささんん、んです。子さんこんにちは。 今日も FM チャッピーで懐かしい曲を聴かせていただきました。寒くなってきましたので、どうぞお体大切になさってください。嬉しいです。石田さん、ありがとうございます。そして管理人、森澤さんです。入山さん、こんにちは。ふるさとの山口の皆さんとの温かい交流の様子をブログの写真にて拝見しています。山口エレクトロニクス社長、原田様、記事おめでとうございます。人との巡り合い、絆、心に響きます。 田松ファンクラブの皆様ふるさとの講演会の皆様との交流素敵ですね入山さんをみんなで応援しています人生七曲がりギリと情けと愛を乗せて「対岸成就」大ヒット間違いなしといただきましたありがとうございますさあそしてなおさんです山口にお帰りなさい地元の空気人の温かさご両親にお会いできたことこちらもブログを読んで心が温まってきますよ 人様とのつながりは本当にありがたい。自分を成長させてくれますよね。明日、あきこさんにやっとお会いできる心を浄化する一日になります。母と共に楽しみにしています。あきこさんの歌でパワーをもらいに行くの楽しみにしています。あります。なおさん、ありがとうございます。ねお母さんと一緒に来てくださるのとっても嬉しいです。本当にねあのご両親と一緒だったり、お子様と一緒だったりというご家族で、 えー、明日も行くよって言ってくださる方がいらして嬉しいなと思っていますさあそれでは皆様、えー、だんだんと寒くなってまいりましたお体十分気をつけられ元気にお過ごしくださいそれではまた明日お会いいたしましょうおやすみなさい